どうもファイヤーサンダーの小鉄です。今日も龍が如く極み実況やっていきましょう。ですね、まあいろいろちょっと街探索しまして、あの後まあお金が全然なかったんですけど、見てください、お金49万まで増えました。なんかそうですね、さあ、あのサブストーリーやったりとか、なんかその金の皿とかいろいろ売って49万お金できたんで、ちょっとポケサーも終わらそうかなと思って、パーツ多分これで買えるんで終わらそうかなと思ってポケサースタジアムの方に向かってたら、なんか面白そうなイベントあったんで、あと街中のこのびっくりマークイベントが起こるところがその分かるアイテムみたいな手に入れたんで、もう楽勝です。全部これサブストーリー分かるんで、もう全部しらみつぶしやったろうかなと思います。でもあの、まあ、一応ポケサーのイベント全部やったら、まあ、メインのストーリーもそろそろ進めないと、まあ、皆さんね、ちょっと退屈かなと思うんで、まあ、ちょっと、まあ、バッカス行こうかなと思ってます。で、このイベントなんですけど、怪しい男。なあ、そこのあんた、ちょっと頼み事を聞いちゃくれねえか？ん？ん？頼み事だと？なんで俺がそんなこと聞かなきゃならねえんだ。そこをなんとか、もちろん金は弾むからさ。な？金に困ってたりするだろ？まあそうなんですよ。これ金に困ってるんでね、これちょっとやろうと思って。まあ49万でも全然足りないですからね、龍が如くの世界では。まあ話してみろ。まあ、金はあった方がいい。よな。いや、まあ、そこは迷わずあった方がいい。まあ、でも、ちょっと後ろめたい気持ちもあるよね。なんか、頼まれ事って怖いかな。話してみろ。なーに、頼み事と言っても簡単なことよ。ある女からあるものを受け取って、それをここまで持ってくるだけでいいんだ。ほう。超怪しいですね。ほう。いいか、よく聞けよ。劇場前広場のパチンコ屋の近くに女が立っている。そいつに、君ってセクシーだね、と話しかけてくれ。そうすると、向こうがあるものを渡してくるから、1000円を渡して、それを持ってきてくれ。以上だ。簡単だろ？もう、激怪しいですよね、これ。まず、君ってセクシーだねって女の子に、その、女の人に話しかけるっていう時点でもう、その、むちゃくちゃ恥ずかしいことなんで、もう、わかりましたよ。劇場前広場、行けばいいんですよ。うん。ああ、わかった。よし。それじゃあこれが、代金の1000円だ。1000円を受け取った。ああ、それと、渡されたものの中身は絶対見るなよ。もし見たら、依頼金はなしだと思え。ああ、わかった。約束だぞ。それじゃあ、頼んだ。っていうなんか依頼されるんですよ。で、このね、この、あ、なんや、喧嘩かい。うん、邪魔だ。先に片付けてやら。えいよ、えいよ、えいよ。いや、ガード硬いね。はい、よいしょ。オーライ。で、ここに行くと、怪しい男が言っていた女がいるのはこの辺りか。確か合言葉を言った後に金を渡せばいいんだったな。この三人の女の人に、君ってセクシーだねって話しかけるっていうイベントが起こるんで、ちょっと話しかけていきましょうか、これ。ねえ。なんで一人じゃないねんと思うんですけど。まあまあ、端から行くか。うん、あの人まだかな、つってますから。この人だろ。おい、あんた。はい。は、はい。なんでしょう。綺麗な女って書いてますね。ああ、胸元ざっくり開いてますね。ああ、君ってセクシーだね。君ってエロいね。君ってセクシー、行ってみましょう。君ってセクシーだね。すごいいい顔で言ってます。あ、すいません。
私、彼氏がいますんで、そのナンパとかはご遠慮いただけると。あ、この人じゃなかったっぽいっすね。何？多分。何？いや、そんなんじゃねえ。それ以外に何があんねん。ほら、これを渡せばいいんだろう。あ、このタイミングで、千円札を見せた。これは、ダメじゃないですか？あ、やっぱり。私そんなことする女じゃないです。しかも、千円って。私はそんなに安い女じゃありません。何？何？いや、そんなんじゃないですからね、桐生さんは。おかしい。言うセリフは合ってたはずだが、ひょっとして違う女だったか。まあ、そうでしょう。もう一回話しかけたらどうなんだ、これ。おい、あんた。あ、はい？なんでしょう？あ、いけんねや。あ、じゃあちょっと君ってエロいね。もうちょっと聞いてみますか。君ってエロいね。君ってエロいね。急に何ですか？けざるを得ますよ。何？あ、いや、すまねえ。そんなつもりじゃ。言うセリフを間違ってしまったか？いや、すごい。あ、おもろいっすね、これ。あー、じゃあ次この人。うわ、ちょっと待ってください。この人は？どうだ？これ。あー、お世辞にも綺麗とは言えないんですね。まあ。ん？何よ。綺麗ではない女。この女、お世辞にもセクシーだとは言えねえな。うわ、でも言うしかないっしょ、これ。君ってセクシーじゃね。君ってブスだね。絶対ダメでしょ、こんなん言ったら。まあでも、でもこれ、普通に、この人が、物くれる人やったら、君ってブスだねパターン、見れないってことですよね。君ってブスだねで一回言ってみる？一回言ってみよう。君ってブスだね。いや、ドヤ顔。何を急に、失礼ね。このすっとこどっこいで殴られました。くそ、合言葉が違ったか。ちょっと待って。瀕死になりました。嘘でしょ。いや、ブスダネでビンタされて瀕死になりました、桐生さん。ちょっと待って。まあ、死にませんか。まあ、ちょっと、ん？何よ。この女、お世辞にもセクシーとは言えねえな。いや、でも君ってセクシーだね。行きましょこれは合言葉だ。別に本心を言うわけじゃねえんだから、ためらうことはねえよな。この女だって、まさか自分のことをセクシーだなんて思ってねえだろうよ。いや、どういうこと？ 思ってなかったら言われていいみたいなことあります？君って、セクシーだね。さっきはブスって言ったけど、本当はセクシーだね。グフフフ、知ってる。よく言われるわ。嘘つけ。うわ、なんちゅう顔してんね。なに？ひょっとしてお兄さん、ナンパかしら。グフフフフフ。そんなわけあるか。ほら、次はこれでいいんだろ。千円札を見せた。ちょっとやだ。そういうこと？しかも千円ポッキリ？でもあなた、かっこいいから、千円でもいいわ。グフフフフ。抱かせてあげる。わあ、もう最悪の展開でありました。なあ、もう桐生さんも、もう最悪の顔してますね。なんや、その顔。いや、やめろ。来るんじゃねえ。ぶっ殺すぞ。あ、逃げました。はあ、どうやらあの女じゃなかったようだな。その顔やめろ。あー、違いましたね。いやー、おもろ。あー、よし、ちょっと、この人かな、じゃあ。不審な女。何よ？なんか用？え？ちょっと待ってくださいよ。これ全部言ってみたいけど、これ君ってブスなね、ゲームオーバーになる可能性あります。ちょっと一回君って綺麗だね。本当はこれ言わなダメなんですけど、君って綺麗だねで行きましょう。君って綺麗だね。は？モデルのスカウトかなんか？そういうの興味ないからあっち行ってよ。何？言うセリフを間違ったか？あ、違いますね。
何よ、なんかよ。ちょっと怖いですけど。まあ、行ってみよっか。君ってブスだね。君ってブスだね。なんでそれ言うときだけ。ああうふぅ。くそ。言うセリフを間違えたか。あ、これやっぱ、どっちみちピンとされて瀕死にはなってたんすね。危ね瀕死になっといて。ああ、ごめんなさいね。思ってないよ。何よ、なんかよ。よし、行きましょう。君ってセクシーだね。てん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 。お金は？あ、当たりですね。ああ、確か1000円渡せばいいんだったな。払う。ああ、ほらよ。1000円を渡した。何くれんの？確かに受け取ったわ。それじゃあ、はい、どうぞ。怪しい紙袋を受け取った。この紙袋があの男が言っていたあるものか。それにしても、あなたみたいなモテそうな人でもわざわざこういうもの買ったりするのね。なんだか意外だわ。なになになに？ん、何のことだ？うふふ、とぼけちゃって。まあいいわ。あなたのような変態さんたちがいるからこそ、私も小遣い稼ぎができるわけだしね。うわぁ、なんかそんな気してました。何ですか？何くれたんですか？何？変態？ま、欲望に素直のはいいことだと思うわ。それじゃあ気が向いたらまた買ってちょうだいね。お互いウィンウィンの関係で行きましょう。何くれたんやろ。めちゃめちゃ気になる。一体何を言ってんだあいつは。勝手に俺を変態扱いしやがって。ひょっとしてこの紙袋の中身が関係してんのか。うわー、どうしましょうかこれ。中身を覗いて確認する。中身を確認しない。まあその依頼された男には中身を確認するなって言われたんですけど、まあ報酬なしだぞみたいな言われたんですけど、まあお金そこそこ持ってるんで、もう中身覗いてもらえなくても喧嘩になってもいいでしょ。気になるもんね。だいたい察しはつくけど。よし、行こう。もしかしたら何か危険なものが入っているのかもしれねえし、一応確認しておくか。どれどれ？何？これは？女性用の下着。あー、絶対そうやと思った。変態さんっていうのはそういうことか。あの男、自分で買いに行くのが恥ずかしいから俺に行かせたってわけだな。くそー、はめやがって、この野郎。あ、女の子も消えましたね。ちょっとこれさすがに喧嘩されたら死ぬんで、体力回復しておきましょう。さすがに。OK？あの男にね、紙袋渡しに行きましょう。いたいた。はい、持ってきたぞ。おい、約束のものを女から受け取ってきたぞ。おう、すまねえな。ほらよ、怪しい紙袋を渡した。って、おい、ちょっと開いてるじゃねえか。お前、中見ただろ。いや、バレましたね、速攻で。いや、あ、いや。そうか、見たのか。見ちまったなら仕方ねえ。ああ、もうこれ喧嘩ですね、多分。ああ、もうやる気。やるしかねえ。うん。勝てるかい？え？5万でなんとか頼むから誰にも言わねえでくれ。ギャグにお金もらいました。ああ、これやった。こっちにしといてよかったんや。何？これ、ほら、受け取ってくれ。5万円を受け取った。やりました。じゃあな。絶対誰にも言わねえでくれよー。ああ、終わりましたね。俺だって下着を買ったななんて言いたくねえよ。確かに。いや、それにしてもちょっと1000円で下着あんだけもらえたらちょっと安くないですか？なんかその変態な意味じゃなくて、普通にパンツってもうちょい高いでしょ。ああ、喧嘩ですね。ああ、面白かったですね、今のサブイベントは。瀕死になりましたけどね。はい、じゃあ、よいしょ。はい、決めるぜ。自転車アタック。はい。よいしょ。よいしょ。キリュウさんはな、バイクも持ち上げるんだよ。おら。フィニッシュ。よし、じゃあ、ポケットサーキット終わらせましょう。よし、行くぜ、ポケットサーキット。
ここでファイターに買って、じゃあパーツ買って、とりあえず。ということで、あれからですね、約1時間ちょっとぐらいちょっとポケサーに励みまして、まあこれで、まあファイターに多分勝てるだろうというぐらいの装備は手に入れました。はい。なんで、ちょっとファイターと本気のレースをして、たくまくんを呼び寄せたいと思います。よし。行くぜ。いや、ちょっともうめちゃめちゃ疲れましたね。ちょっとね、今なんか普通にそのエントリーして出る大会があるんですけど、それも、めっちゃ勝てないっす。むずすぎ。なんで、いやでもファイターはそこまで強くないだろうということで、ちょっとね、この装備で、ゴーレムタイガーめちゃめちゃ強くしたんで、これで、いやもうちょっとこれで勝てんかったら、もうちょっとゲボ吐きそうですね。ちょっと頼むよ。マジ頼む。うん。マシンが斜めに走るのがウォールゾーンだ。巨大な壁を華麗に突破だ。さあもう勝てるっしょ。マジで頼む。ゴーレムタイガー。この時を待っていたよ。うん。カズマ君、これが僕の集大成だ。絶対勝ってやる。注目のカズマ君は青レーンだ。うん。対するはお久しぶりポケサーファイター。ポケサーファイター。位置につけ。リベンジマッチ。強くなって帰ってきました。ほら早い。あ、もう余裕や。マジでこれコースアウトせんかったら絶対勝てる。あ、ファイター遅っ。ファイター遅っ。なになになに、あ、芝生のタイヤ履いてくんの忘れたけど、なんか、え、ファイター遅っ。ファイターすまん。周回抜かしだ。ファイター、え、ファイターリタイアした。あ余裕の勝利や。強くなりすぎた。ごめんごめん、ファイター、熱い勝負にならんかった。俺の勝ちだ。やったぜー。あー、勝てましたね、やっと。いやー、めっちゃ時間かかった。ぐっ、俺のスペシャルカスタムを破るとは、さすがだね、カズマくん。カムロ町最速の称号は錆びついていないようだ。まあな。すげえ、カズマくん、早すぎる。確かに、イバラはもうほんまに早すぎましたね。いいレースだったぜ。相変わらずファイターのマシンは手強いな。あ、来ました、たくまくん。二人ともかっこよかったよ。じゃあ次のレースは、お、次の相手は俺だよ、カズマくん。熱いですね。ふ、来たな。ラスボスです、これ。たくまくん。ファイター、カズマくん。あのさ、俺、その、どうした？無理に言葉で言おうとしなくていい。お前もレーサーだったら言いたいことはサーキットで語れ。わかった。勝負だ、カズマくん。よっしゃ、タクマくんとやることになりました。多くのセクションが、タクマくんバージョン。これファイターに買った装備そのままでちょっと行ってみましょうか。もう圧勝してたんで、いけると思います。行きます。うん。今日はどんな奇跡が起こるのか。起こるんだい？中心にそびえ立つ巨大なループ、うん、パワーとスピードで突破しよう。頼んだぜ。俺のゴーレムタイガー。17年の時を超えて再び激突するカズマ。あ、ゴーレムタイガー対ゴーレムタイガーですね、これ。戦いが始まるぞ。注目のカズマ君は青レーンだ。対するはタクマ君だ。最高の走りを期待してるぜ。最高の試合にしようぜ。いけ、やっぱり。ちょっとちょちょちょ、危ない。あ、ちょっと早すぎるか、これ。早すぎる可能性出てきました。大丈夫でしょうか？大丈夫でしょうか？大丈夫じゃない！
最悪。ちょっと早すぎましたね。あ、これじゃ早すぎるんか。いや、ちょっと考えます。あれ、なんか言いたいことがあったんだけど、何を言いに来たんだっけ。いかん、俺の不甲斐ない走りでタクマくんの決意が揺らいでしまっている。カズマくんはファイターとのバトルでマシンにトラブルから出たのかも。一回マシンを見直してみたら。ああそうだな。じゃあカズマくんのマシンが直ったら再レースってことで、もう一度セッティングを見直してみよう。いや、ちょっとセッティング見直しましょう。ちょっと待てよ。あ、じゃあもう話してタクマくんに再戦を挑もうか。勝負だ。待たせたな。勝負だタクマくん。いや、これでちょっと早すぎたっていうのがあるんで、ちょっとカスタマイズします。うん、この辺ちょっと変える。え、でもいいよな。あ、バッテリーはちょっと長そうやったんで。うん、そうですね。うん、ちょっとバッテリー変えました。ちょっとね、バッテリーがイケイケすぎたんかなと思うんで、ちょっとこれで再戦します。うん、いやー、もうこれに勝ってポケサーファイターのイベント終わりたい。もうだいぶやりましたよ。パワーとスピードで突破しよう。もうやりすぎ。俺のゴーレム隊が何回見たか、これも。17年の時をもう飽きたわ。再び激突するカズマ君、そのキリュウさんのポーズ。負けられない戦いが始まるぞ。よし、注目のカズマ君は青レーンだ。対するはタクマくんだ。間もなくスタートだ。集中集中。さあ来い。ゴー。うーん。早いね。絶対頑張って。よし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 。よしよし、いいぞ。いいぞいいぞ。いいぞ、飛ぶな。飛ぶな飛ぶな。いいぞ。いいぞ。もう丸はずっと連打してます。いつ飛んでもいいように。あ、これは勝てる。あ、やっぱよし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 、いける。これはいいや。いくな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 い。よし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 、いいぞ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 。いけるいけるいける。あ、やばい、ブースト使われてる。あ、でもこれ全然ブースト使わずに余裕で勝てそう。逆に使うのが怖い。このね、イダテンモーターはね、そのブーストいらずなんですよね、本当に。いける。これは勝った。いやー、でもまだ開ける。危ないよ。いけるか？よし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 。よし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 。早い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 。いけるいけるいける。いけるいけるいける。いけるいけるよし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 、マジで嬉しい。しー、はーし、勝ったぞタクマくんに。あー、もう何回も見た。でも嬉しい、こっちは。よっしゃ、さすがの速さだねカズマくん。あ、だがタクマくんのマシンも相当な速さだった。ほんまに速かった。タクマくん、まだポケサーマシン持ってたんだね。随分手入れもされてるみたいだし。確かに、うん。やっぱり俺、レースを忘れられなかった。ポケサーも結局手放せなくてさ。そうだったんだ。でもやっぱり、プロレーサーになれなくて悔しいし、辛くて、ここには来れなかった。どうしてもマシンを見ると思い出しちゃうから。タクマくん。それで、いろんな仕事をして、新しい自分を探そうと思ったんだけど、どうしてもレースや競争って言葉から離れられなくて。
うん。今やってるホストの指名獲得レースも熱くて好きなんだけど。そういうレースもあるのか。ああ、なるほどね。まあ、レースっていうこと自体にはもうすごい熱いものを感じてるんですね。やっぱり自分の原点はポケサーだったから、今、カズマくんと走って改めて思ったよ。俺、ポケサーが好きだ。もっとここで熱いバトルを感じていたいって思った。たくまくん、それじゃあ。ファイター、俺に二代目ポケサーファイターをやらせてもらえないかな。自分の夢をもう一度この場所で叶えたいんだ。ああ、もちろんだよ。な、カズマくん。ああ、たくまくん、初めて会った時と同じいい目をしてるぜ。ありがとう、カズマくん。カズマくんがスタジアムに呼んでくれなかったらきっといつまでもモヤモヤしたままだったと思う。そうか。これからの実況、期待してるぜ。二代目ファイター。任せて。あと、これは今日の俺。なかなかのパーツだから使ってみて。おー、イダテンモーターマーク2を受け取った。いやー、早そう。これは、イダテンモーターマーク2じゃねえか。あ、有名なんすね、そのパーツ。ありがとよ。大事に使わせてもらうぜ。ねえねえ、たくまくん。今のマシンはどんなカスタマイズしたの？私、ポケサー久しぶりだから教えてよ。うん、いいよ。じゃあ、そこの作業台に行こうか。あー、いいですね。あれ？秀樹くん？ミカちゃん！僕も教えてあげるよー。あー、秀樹くんとはうまくいかなそうですね。あー、でもいいですね。三人が、昔のように。おい、お前ら。え、何？これからも仲良くやれよ。くだらねえ喧嘩とかすんじゃねえぞ。どうしたの？急に。僕ら子供の頃からの友達だよ。そんなことするわけないじゃん。ふっ、そうだったな。すまん。いらねえ心配だったぜ。ふふ、変なカズマくん。カズマくんもおいでよ。一緒にカスタマイズしよう。ああ、後で行くよ。カズマくん、本当にありがとう。また助けてもらっちゃったね。いや、いいんだ。二代目ファイターの件が解決して、俺も安心したぜ。いつ引き継ぎをするんだ？そうだね。まずはたくまくんの今の職場に行って、ちゃんと俺からも挨拶しないといけないし。ああ、律儀ですね。いや、でもそのホストクラブに、その格好で行くんですか？その後は、諸々の手続きとかあるから、完全に交代するのはもう少し先かな。なるほど。じゃあそれまではあんたの実況が聞けるってわけか。ああ、最後まで全力の実況をお届けするぜ。まあそれで交代が完了したら実家に帰るよ。そういえば実家が豆腐屋ってのは知ってるか。ここから遠いのか。田舎って言葉がぴったりの街さ。そう簡単にカムロ町には出てこられないだろうね。ああ、遠いんやね、ファイター。そうか。それじゃあ寂しくなるな。まあ元気でいればまたそのうち会えるかもしれないぜ。だな。せっかく嫁さんも見つかったんだ。新しい人生、頑張れよ。大丈夫さ。たとえコースアウトしそうになっても踏ん張ってみせるよ。カズマくんみたいにね。ああ、いいこと言う。ふっ、そうか。ファイター、新しいマシン作ったから実況お願い。おう、今行くぜ。カズマくんもレースしよう。今度こそ負けないからね。ああ、ちょっと待ってろ。じゃあ俺、実況行ってくるね。うわあ、いい話やったなあ、なんやかんやで。苦労したかやった。ポケサーはいくつになっても熱くなるぜ。世代を超えてこれからも楽しませてくれそうだな。そして。結婚おめでとう、ファイター。うわあ終わったこれが見たかったんだよ俺は。よかったですね。いや、経験値めっちゃもらえんちゃいますこれ。5000かーい。いやー、やっと終わりましたポケサーのイベント。いや、これ何分ぐらい経ったやろ。とりあえずもうこれで終わっててもいいかなっていうか、びっくりマークついてるんですけど。え？ちょっと待って、まだある？
え、これまだある感じ？これびっくりは何でしょうか？話してみるよ。カズマくん、レースしに来たの？それなら勝負しようよ。おう。また今度何しようか、とりあえず。他は？ああ、いたいた。あ、カズマくん、私もポケサーまた始めたの。よかったら久しぶりにレースしてみない？おー、なるほど。あ、これ、一人一人と対戦する感じになってんすかね。はんはんはん。うん。パーツショップに、なんか、新しいの増やしたりする？あー、ないね。はいはいはい。ほんほんほん。あ、秀樹くんもいるね。お、カズマくん、どう？ちょっとレースしていかない？まあ、また今度にしよう。とりあえず、一段落終わったんで、この辺のみんなとのレースは、また今度やっときます。ファイターも別に変わりないよね。カズマくん、この間俺のために後継者探しを手伝ってくれて本当にありがとう。なんだよ、急に。気にするなって言っただろ？それだけ感謝してるってことさ。でも言葉だけじゃこの気持ちを伝えきれない。そこで？そこで？ポケサーコースエディットをカズマくんのために用意したいのよ。コースエディットって自由にポケサーのレースを作れる。あれか！おお！しかも、コースパーツはすべて無料だ。存分にコース作りを楽しんでくれ。ああ、そんなんできるんすね。ただで好き放題コースが作れるだと。そいつはありがたいぜ。作ったコースを登録すると、そのコースで大会を開くことができるようになるから楽しいコースを作ってくれよ。ええー。俺も楽しみにしてるぜ。すげえ、そんなんできるんすね。待ってるぜ。コースを作りたくなったらなったり、わからないことがあったら俺に話しかけてくれ。斬新なコース、待ってるぜ。ああ、なるほど。ああ、そんなんもできるんすね。でもちょっとポケサーは、これくらいにします。相当やったんで。うん。まあ、とりあえず、この辺で終わっときますか。まあ、時間もいいぐらいでしょう。ちょっとね、ストーリー先進めたかったんですけど、ちょっとまあ、これくらいにしときます。まあ、もしかしたらカットして短くなってるかもしれないんですけど、まあ、とりあえずね、無事、ポケサーのイベントが終わったということで、いや、そろそろメインストーリー進めていきたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。お疲れ様でーす。